探偵さん。え、成果はいつ上がるのかって。私だって兄のお手伝いしてるだけですから、よくわかりません。でも最近の探偵さんって幽霊なんかも調査対象なんですか。不景気って嫌ですよね。何悲しそうな顔をしてるんですか。そもそも幽霊なんて非科学的なものがいるわけなくて、今やっているのは幽霊として目撃されたものの正体を調査究明することです。というのは兄の受け売りですけどね。目撃談は怪しげな影を見たとか、黒っぽい人間の形をしたものとか、なんかそんなのばかりで、中でも黒い服を着た女性が何人もゾロゾロと、あたかも地獄の巡礼者みたいな人たちがスーッと歩いてたとか、助けてとかいう叫び声を聞いた人もいたりして、怖い。でも多数の目撃談があるから何かがいるのは間違いないんですけど、何がいるかが分かりません。兄さんもこんなお仕事断ればよかったね。大学に戻ってからどうも変です。最近変な電話が多くなったんですよ。取引先の方かなと思っていたんですが、こう続くと。電話番号を変えろですか。いえ、いたずら電話じゃないんです。兄さんが出るとちゃんと話すみたいで、私が出るとすぐに切ってしまうんです。なぜかしら。兄さん誰からお仕事頼まれたのかしら。あ、私がこんなこと言ったの兄には内緒ですよ。あまり呼び出されると兄も睨んでます。まだ体調が十分でないですから、私がいろいろと面倒を見ないといけないんです。こら、アギョ。ロリコンホモ中年ではないか。聞こえているぞ。誰がロリコンでホモ中年だ。それではまるで最悪ではないか。お前は最悪だ。相変わらずアクセク動き回ってるようだな。ヤブ探偵が往生際が悪いんだよ。そういうお前はここで何をしている。聞いて驚け。この中華街はな、昔から闇の組織の中心街とも言われてきたんだよ。ほう。その組織における極東支部の中心人物がここにいるのだ。珍しく犯罪摘発に乗り出そうっていうのか。たまには税金を効率よく使うんだな。バカを言うな。その名刺に取り入っておこぼれをもらうに決まっておろう。俺はな、その方に何としても取り入ってバラ色の円満退職をだな。おい、こらどこへ行く。やっぱりダメだこいつは。アイドラへの転職、地位と名声と金と女、それらを全て手に入れてくれるのだ。あいつ道路で転倒して頭でも打ったんじゃないか。
そのようにやってくれればよい。いいな。お待ちください、光流様。課長の売上に関して。その話はここですることではない。進捗状況を聞きに参りました。相変わらずプリプリの女秘書だな。これでも相馬さんの好みに合わせてるつもりですけど。メガネだって度が入っていないのだろう。私の変装もなかなかではございませんこと。そういうのは変装とは言わないんだよ。で、本日はかようなゴミゴミした場所へどのような要件で。ですからゴースト事件の進捗状況。昨日と変わらぬ今日さ。哲学的ですね。マイコの言う通り、公園で七海助教授とやらに会ったよ。取り付く島もなかったな。そうですか。温厚で堅実と伺っていましたが。あれが温厚で堅実というなら新しい辞書が必要になるな。そういえば相馬さん、また何か妙な案件を追っています。妙な案件とはご挨拶だな。だが俺にそれを聞くということは、お前の方に何か動きがあったんだな。うん、妙に鋭いんだから。情報は命の次に大切だ。で、また警察機関が動いているという話を聞いたものですから、大きな事件の予兆かなって。世間は賑わす事件が起きるとみんな俺ってわけかい。一応考慮しておいた方が良いですから。どれが妙な案件か皆目わからんな。蓋を開けてみなきゃな。わかりました。くれぐれもお気をつけください。そうそう、相馬さん。なんだい。この辺で眺めのいい場所といったらどこでしょうか。眺め？自殺でもするのか。なぜそういう発想になるんですか。派遣秘書の女の子たちに近いうちお食事をご馳走する約束をしまして。眺めの良さで言えばミレニアムホテルの展望レストランだな。やっぱりあそこですか。わかりました。ではこれで。そうだ、マイコ。はい。お前のテナントにこうロングヘアーの娘がいなかったか。うちの人間じゃないし、もしかしたらマイコの事務所かもしれないなと。その方が何か。いや、割といい線いってたんだね。少女趣味っぽいが、もしかすると意外に塔が立っていた気もする。あ、なんだあいつ、逃げるように走り去ったぞ。ロボトミーを
回ります。はい、何でしょうか。三剣秀一に関して調べたいとおっしゃいましたか。名前違い、三剣ではなく三剣秀一でございますね。少々お待ちください。お待たせいたしました。三剣秀一という名前は当社の名簿には載っておりません。あしからずご了承ください。やはりいないか。真由美の言うことは本当だったわけだ。今後必要になるかもしれないからな。ここは電話帳へメモしておこう。